あれ？ずいぶんと早いんだね。寝つけなくてね。僕もいろいろ考えちゃって。こんな状況になってまで勉強するのかよ。こんな状況だからこそです。お前らよくそんなに早く起きられるよな。何言ってるんですか。毎日学校に行ってるでしょ。あ、ちょっといいかな。どうした。言うタイミングを失ってたんだけど、実は、みんな以外に一人、この世界で会った人がいるんだ。え？そうだったの？それは、誰？ローって言ってた。僕は知らないけど、相手は僕の友達だって言ってたよ。ロー？知らないな。ロー。二階堂、ローが誰か知ってるのか？知らない。でも知らない。ちょっとカレンちゃん、そんなに怒ることないでしょ。やめろユウ、いいんだ。悪かった二階堂、追及みたいなことをして。いえ、私もやりすぎたわ。ローってどんなやつなんだ。僕らと同じ制服着てる普通の男子だよ。背丈は僕くらいで、やたら攻撃的な口調だったかな。怪しいな。僕も襟を掴まれたり、だいぶ絡まれたよ。そうか。今日はみんなで調査をしたいと思うんだ。昨晩東国が言っていたように、各々の情報や考えを持ち寄るのも大切だけど、俺たち以外にも誰かがいるというなら放っておくわけにはいかない。それに食料の量やインフラの有無についても早めに把握しておかないと。そうですね、それがいいと思います。生存において何よりも大切なのはまず水と食料、そして電気とガスですから。そっか、犯人が隠れてるってこともありえるもんな。ん？それは外に出るための調査もしていいってことかな。もちろん、何にせよまずは調査が必要だ。わかった、それがいいね。その前にこのクロノス世界について昨夜まとめたからざっと説明しておくね。クロノス世界はミッションを課せられた世界。僕たちはそのミッションをこなさなくてはいけない。クリアすることでこの世界を脱出することができる。これが基本ね。昨日いろいろ確かめたけど、ホテルの機能に問題はない。電気もガスも水も使える。でも他の場所は使えたり使えなかったり。これはつまり世界が僕たちを生かしているってことになる。だから急に飢餓に陥るとかそういうことはない。昨日は不安を煽るようなことを言っちゃったけど、その点は安心して。
本当に鏡だ。壊れないよ。これは言うなれば世界の橋。神秘的だね。こんな物理法則を超えたものが存在するなんて。東国でも驚く？もちろん。君は僕のことを何だと思ってるのかな。天才。天才ね。一回この鏡を右手にして南東まで行こう。結果的に南エリアを全部見られれば問題ないでしょう。了解。さっき僕のこと天才って言ってたけど。僕は天才なんかじゃないよ。東国が天才じゃなかったら僕はどうなっちゃうんだよ。東国がいなきゃ僕らは何もわからないままだった。単に僕が情報の整理に慣れていたってだけの話だよ。いや、慣れどころの話じゃない。頭の作りが根本から違うとしか思えない。単純に時間の使い方だと思うんだよ。桜井君はいろんなことをしていた。その間僕は物理だけしてた。それだけなんじゃないかな。まあでも僕が東国と同じような時間の使い方をしてたとして、東国になれたかというとそうじゃないと思うんだよな。そんなことないさ。やってみなきゃわからないよ。この辺までだね。壁の形状は円形と。他の人はいなかったね。誰かいてもおかしくないのに。あ、ここ東国の家だったな。一応確認してみるか。いや大丈夫。そうか、時間はまだ全然平気だよ。いや大丈夫、ありがとう。僕がどうしてみんなと一緒にホテルで暮らしてると思う？え、いや何でもない。どうかした？いや、その元の世界に帰りたいって言ってたよな。うん、そうだね。それはやっぱりみんなそうなんじゃないのかな。それはもちろんそうだけど、でも信じられないでいるんだ。何を？この空間のどこかに人殺しがいることが。東国はどう思ってるんだ？僕を疑ってるのか？え？ああいや、そうじゃないよ。ちょっと考え事しててね。考え事してる時の顔ってどうやら怖いらしくて。ごめんね。そうなのか。こちらこそごめん。僕は
誰かが人を殺したと思ってる。ねえ、おかしいと思わない？何が？あんなに仲の良かった僕たちがどうして集まらなくなったのか、その理由がわからない。それは学年が上がってみんながそれぞれ忙しくなったから。そうじゃない。え？みんなそれぞれの事情はあった。それでも8人で集まってた。みんな同じ中学高校に行ったのに極端に接触しなくなったでしょ。少なくとも僕は中学の途中から君たちと会話した覚えが一度もない。これはやっぱりおかしい。それは僕らは何かを忘れている。前にもちょっと言ったろ、この世界ではミッション遂行に余分なものは省かれる。なら記憶すら例外じゃない。僕らが最初から殺人犯と被害者の記憶を持っていたらミッションそのものが成り立たないから、世界はそれにまつわる記憶を抜き取ったんだよ。忘れてる。だから誰かが誰かを殺したことそのものを僕らは忘れてるんだよ。待てよ、ローがいるだろ。いや、ローの他にも何人か潜んでる奴らがいて、そいつらが犯人なのかもしれない。いいや、この世界におけるイレギュラーはそのロー君とやら一人だ。他にはいない。どうしてだよ。クロノス世界はわざわざ極限まで犯人候補を絞った状態でミッションをスタートさせたんだ。あらゆる余分を許さないこの世界が複数のイレギュラーの潜伏なんて許容すると思うかい？前提としてこの世界はあくまでフェアに作られている。ミステリ小説なんかで禁じ手とされている事態は起こらない。僕らと無関係な第三者が犯人でしたなんて興ざめな結末は用意されていないはずだ。でも実際無関係なローが紛れ込んでいるじゃないか。僕の考えが正しければロー君はそもそもイレギュラーですらないかもしれない。僕らと近しい人、むしろ僕らの内側と言える。どういうことだよ。僕はローなんて知らない。だから忘れてるのさ。この渋谷にどうやって来たのかを忘れているように。詳しく話してくれよ。それは確信が持ててから。東国は犯人を見つけ出すつもりか。それが成功法だね。東国は平気なのか、幼馴染の誰かを吊るし上げるなんて。え？ああ、いやいや、違う違う、そうじゃないんだ。成功法とは言ったけど、そうするとは言ってない。え？だから、殺人者を探し出そうだなんて思ってないってこと。じゃあ、どうするんだ？それはまだ考え中。正直、一刻も早く元の世界に帰りたいけど、それでも仲間を疑うにはまだ早いからね。そうか。みんなには本当に感謝してるんだ。物理しかできない面白みのない僕なんかと一緒にいてくれたのは君たちだけだった。全員連れて帰るつもりだよ。その中に犯人が潜んでいようが関係ない。何卑屈なこと言ってるんだよ。いやごめん、昨日からそうだけど、自分を卑下することなんかないのに。君が僕のことをどんな人間かと思ってるかは知らないけど、大した人間じゃないんだよ。ごめんごめん、桜井君を困らせてしまったね。まあ要は盆栽の僕なりに仲間のために頑張るよって決意表明をしたかったのさ。僕は盆栽だけど怠け者ではないからね。あらん限りの知力を尽くして目の前の問題に立ち向かっていくつもりだよ。この鏡の壁だって突破してみせる。
ショップのスマホにSIMカード入れてみたんだけど、全然電波拾えなかったよ。飛んでないみたい。電気が通っていない店の食べ物は相当傷んでいたわね。まだ食べられそうなものはできる限りホテルの冷蔵室に移しておかないと。他に誰かいたらと思って、いろんなところにスクランブル交差点に集えってメッセージを残してみたんだけど、誰も来てないみたいだね。一見何もわからないようだけど、しかし現状の確認ができたね。みんなお疲れ様。明日から壁を突破しようと思うんだ。それで手伝ってほしいんだけど、いい？ああ、もちろん。なあ、投獄、なんでお前はそんなに元気なんだよ。なんでって、そんなの楽しいからに決まっているじゃないか。科学の道を放ずる者が実験を楽しまなくてどうするんだよ。楽しむのは結構だけど、何か壁について分かったか？もちろんだよ。一連の実験のおかげで素晴らしい情報をつかむことができた。本当か？うん、何一つわからないことがわかった。なんだよそれ、何もわかってないってことじゃないか。いやいや桜井くん、わからないよわかるってのはそれだけで大発見なんだ。自分の無知と世界の未知を見つけ出す、それこそが科学の醍醐味じゃないか。うん、未知に湧き立つ東国の気持ちは尊重するよ。けどさ、その発見は脱出の手がかりになるの？いやー、まあそれについては万策尽きた感があるね。おい、あとはもう車で突進して爆発させるとかしかないかもね。なるほど。え？それくらいしかないよね。車で突進って誰が乗るの？死ぬ時は一緒だ。やだー！じゃあ僕が飛び降りるタイミングを指示するから。桜井くんを信じてスピードぐんぐん上げるね。なんでそんな楽しそうなんだよ。スタントみたいでかっこいいじゃん。危険なほど盛り上がるよ。僕が何としてでも助けてやるからな。それじゃ始めよっか。桜井くん、何シートベルトしてるの？つい癖で。なあ東国、せめてもっと安い車にしないか。何もベンツじゃなくても。じゃあ行くよ。早い早い早い、心の準備が。3、2、1、今！爆発するよ！離れて！やったか。
懐かしいな。何がさ、こんな生き生きした東国を見たのは久しぶりだよ。そうだね、なんだか久しぶりに何も考えずに遊んだ気がする。小学生以来かな。何も考えずに犠牲になったベンツ、どうすんだよ。元の世界に戻ったら考える。割れてはないか。物理的な破壊は無理だね。難しそうだな。それに抜け道探しも難しい。実は今日町工事くんに地下鉄の線路をたどってもらったんだけど、その進路も壁に阻まれていたらしいんだ。空もダメ、地下もダメじゃ打つ手がないよ。壁を突破するなんて大口を叩いておいてこのざまか。まったく不敵な自分の頭が嫌にもなるよ。不敵なんてそんな、ちょっと失敗したくらいで落ち込まないでくれ。東国は天才だよ。だから僕は天才なんかじゃないってば。本物と比べられたら僕なんて住人並みの盆栽が関の山ってところだよ。それはとても信じられないな。国から表彰されるような人より頭のいい人がそんなにいたら困るだろ。いるんだって。例えば僕の妹とか。妹さん？確かに妹さんも天才として有名だったな。けど東国だって。いや、世間は僕らのことを天才姉妹なんて雑にくくっているけど、真の天才は妹だけだ。何せ僕が国内で表彰されてる間、妹ジュリーは世界で表彰されていたんだから。天才と盆栽の間には越えられない壁があるんだ。うちの一族で天才に値するのは妹と、それから父くらいじゃないかな。ジュリーと父は家でもよく楽しそうに互いの研究分野について語り合ってるよ。天才同士通じ合うものがあるんだろうね。けど僕のレベルじゃあの二人にはついていけない。天才たちの王国への入場パスを僕は持っていないんだ。越えることのできない境界線がそこには厳然と存在しているんだよ。そうか、そうだよ。盆栽の僕じゃ無理ならジュリーの力を借りればいいんだ。天才の頭脳にかかればこの状況だってきっと打破できるはず。こんなに簡単なことだったんだ。意地を張っていたせいで目が曇っていたらしい。妹さんの力を借りる？でもどうするんだ、妹さんはここにいないのに。ジュリーがいなくてもジュリーの論文ならあるはずだ。前にも言ったろ、ジュリーはバラシハ事件に興味を抱いていたって。読めばきっとこの世界の仕組みを解き明かす鍵となる。その論文はどこにあるんだ？明日家に行って探してみるよ。見つからないな。ある場所、分かったよ。本当か？この中か。未発表の論文は父がまとめてこの中に入れてるんだ。
どうして金庫に？父は失いたくないものは全部金庫に入れるんだよ。火事になっても残るように。父の宝物が全部入っていると言ってた。この金庫、暗証番号みたいだけど開けられるの？いや、番号は父と妹しか知らない。そうなのか。あ、でも4桁か。それなら最初から試していけば開くんじゃない？3回失敗するとセキュリティ会社の人が来るまでパスワードを再入力できなくなるんだ。それはまずい。けどこの世界は電気が通ってないんだろ？それなら通報そもそも動かないんじゃないのか？それが動くんだ。どういうことなんだろう。ディスプレイといい、それこそ破壊できないかな？無理だよ。これ父が昔から愛用してる最高グレードの金庫だし。番号の心当たりは？どうするんだ？こうなったらもう正攻法で行くしかないね。それはもう少しだけ待てないか？それがこの世界のルールなんだよ。僕がやろうとしてたのはこの世界を破壊すること。でもそれができなかったら従うしかないよ。決して本意ではないけれど、僕は一刻でも早く現実世界に戻りたいんだ。自分の価値と居場所を失わないためにもね。まだ調査は始まったばかりだろ。そんなに焦る必要なんて。いや、僕は一秒だって無駄にはしたくないんだ。一秒努力を怠ればその分天才たちの背中は遠ざかる。これ以上離されたらきっと父の視界に移りすらしなくなる。今ほんのわずかだけ与えられている居場所すら僕はなくしてしまうんだ。頼む、もう少しだけ時間をくれ。まだ見落としがあるかもしれない。試してない手段が見つかるかもしれない。みんなで力を合わせて考えればきっと何か。ダメだ、時間が惜しい。東国は平気なのか？8人の関係が壊れていがみ合いが始まっても平気なわけないじゃないか。正直君たちと過ごす時間は楽しかったからね。みんなが一緒にいてなんか長いことこういうのを望んでた気がするよ。それなら。それでもダメだよ。ここは切らなきゃいけない。先延ばしにしたってどうせいつかは向かい合わなきゃいけないんだ。できるだけ早い方がいい。僕らに犯人探しをさせてバラバラにするのがこの世界の狙いかもしれない。やはり安易に仲違いを促すべきじゃない。世界が僕らに仲違いを望んでいるなら僕はそれに乗るよ。ゲームクリアに近づけるのなら絆の崩壊すらも厭わない。実は誰が原因かはもう薄々分かってるんだ。どうしてか分からないけど、でもどうしても失いたくないんだ。東国が脱出を急いでいるのも分かる。君が家族の中の自分の居場所を必死で守ろうとしてるのだって気持ちは想像できるよ。東国がやろうとしていることは自分のもう一つの居場所を壊すことでもあるんだよ。もう一つの居場所？そうだ、僕らは常に東国を求めてる。君がいなくなるとどうにも成り立たなくなると思うんだ。君は居場所を求めてるようだけどもうここにあるんだよ。僕が欲しいのは君たちの中での居場所じゃないんだ。
したらいいんだ。二階堂。待って、二階堂。どうして逃げるんだ。この世界に来てから僕のこと避けてるよな。僕が何か気に障ることをしてしまったか。別に。じゃあ少しだけ話さないか。二階堂って東国と仲良かったよな。それがどうしたというの。東国が本格的に犯人探しを始めるみたいだ。東国は一刻も早くこの世界から出たがっている。僕だってこの世界から早く出たい。でもみんながお互いを疑い合うような、そんなことは絶対に嫌なんだ。昔みたいにみんなといられる今この瞬間がとても尊くて大切にしたいんだ。なあ二階堂、どうすればいいと思う。どうすれば東国は思いとどまってくれると思う。東国さんは具体的には何て言ってるの。自分が求めているのは僕たち8人の中での居場所ではないって。そう、東国さんが論理的に私たちの切り捨てを最善解だと判断したなら、それを覆すことはできないわ。確かにそうだけど、これに関しては多分論理とかじゃない気がするんだ。東国は意地になってる。他の道が見えてない。今自分が進んでいる道が東国自身をも不幸にする道だって気づいていない。止めないと。東国さんが不幸になるからといってそれがあなたと関係あるの。あるよ。ないわけがない。どうして。どうしてって、僕は確かに自分のことすらちゃんとできないような頼りない人間だけど、だからって自分のことだけを考えたりはできない。全員を導いていきたい。みんなに対する責任を手放したくないんだ。僕にはみんなを導く義務がある。そう思っていたいんだ。ヒーローみたいだね。そう、あなたは本当に昔のあなただったのね。あ、ごめん二階堂、急に大きな声を出したりして。お父さんにぬいぐるみを買ってもらったんだ。え？東国さんが昔そう言ってたの。物理を頑張ったらお父さんが褒めてくれてぬいぐるみを買ってくれるって話を嬉しそうによくしていたわ。君が桜井君？あ、はい、そうですが。娘とは仲良くしてくれてるみたいだね。いや、まあ最近はあまり話してないですが。まあ君の家も大変だろうからね。え？そうですかね。まあいい、私が話すことでもないだろうから。そういえばユリアさん、すごい基礎物理学賞だなんて、すごすぎてとても同い年にも思えないです。ああ、ありがとう。まあそれも複雑でね、多分ユリアは基礎物理学賞のことなんか何とも思っていないんだ。表彰式の時も全然笑っていなかったしね。え？表彰式見に行っていたんですか？
少し遅刻はしたが会場にはいたよ。お祝いのぬいぐるみを抱えてね。結局渡せなかったが。どうして渡さなかったんですか？ユリアさんきっと喜んだのに。今さら父親面でお祝いなんてできないと思ってね。私は何もしていない。あの栄光はユリアが一人で勝ち取ったものだ。私は本当に何もしていないんだよ。最近は会話を交わすことすらまれだからね。どうしてユリアさんを遠ざけるんですか？昔からずっと迷っているんだ。ユリアを学問の道に引きずり込んでいいものかとね。この世界は厳しいんだ。孤独で静かで残酷だ。耐えられるものはそう多くはない。次女のジュリーのようなタイプはいいんだ。ジュリーは生まれついての物理の虜でね。世界に自分一人取り残されても構わず研究を続けるだろう。だがユリアは違う。あの子の幸せはきっと。ユリアのことを頼む。ちょっとやめてくださいよ。君にしか頼めないんだ。頼むって何ですか？また仲良くしてやってくれないか。仲良くですか？あの子は強そうに見えるけど、その実寂しがり屋なんだ。そうなんですか？むしろ孤独を望んでいるような気さえしてましたが。そうであろうと自分に言い聞かせているだけだよ。私はユリアの望むものを与えてあげられなかったからね。求めても手に入らなかったから意固人になっているんだろう。私ではダメなんだ。視野が狭すぎて、どうすればユリアを幸せにできるのかまるでわからない。どうかあの子に居場所を与えてやってくれないか。君たちがそばにいてくれればきっとユリアは自分の本当の望みに気づくはず。お願いだ。君たちだけが頼りなんだ。なんでこんな大事なことを忘れてたんだろう。そんなことがあったのね。東国のお父さんが言っていた。僕にとっての大変なことっていうのはよく思い出せないんだけどね。二階堂は何か覚えている？いいえ、何も。そうだよな。まあとにかく今は思い出したことをすぐに東国に伝えてくる。本当にありがとう二階堂。なんだい、こんな時間に。桜井君にしては非常識な行動だね。どうしても話したいことがあって。犯人探しをやめてほしいっていう話なら無駄だよ。僕は急いでいる。もう待てない。それはそうなんだけど、違うんだ。まずは僕が思い出した君のお父さんとの話について説明させてほしい。僕の父の話？東国は大切にされていたんだよ。ちょっとした行き違いで互いの思いが届いていなかっただけなんだ。お父さんは東国のことを大切に思っているよ。何それ、父が、父さんが僕を思ってる？ああ、お父さんの中にはいつだって変わらず東国の居場所がある。ちょっといなくなったくらいで失望されることはない。だから焦ってここを出て行こうとする必要なんてないんだ。お父さんは東国が僕らの中にこそ居場所を見つけることを望んでいた。僕らだってそれを望んでいるよ。だから昔みたいに8人で力を合わせよう。そうすれば脱出の方法なんてすぐ見つかるはずだ。犯人を探して仲違いするよりもそっちの方がよっぽど素敵だと思わないか？
出て行って。え、今の僕は混乱してしまっているみたいだ。合理的な判断ができる気がしない。でも出て行ってくれ。わかった。こんな夜中に突然本当にごめん。眠そうだね。少しね。こんな世界だ。町工事や優みたいに元気にいられるわけじゃない。東国さん、遅いね。ああ、まだ寝ているのかな。